はいどうもレッドコンプレックスです。今回もね、前回に引き続き今度は期待以上だった、レジェンドを4戦決めてきましたので紹介していきたいと思います。まあ、今やアイコニック環境ですけども、全然ガチスカにね入ってくるレジェンドっていると思うので、まあその中でも僕が使ってみて予想以上に強かったなという選手を集めてみましたので、よかったら最後までご視聴ください。このようにね、選手は監督に関する動画を上げているので、よかったらめちゃめちゃモチベになりますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ。一人目はこの選手、クロサーデイビッド・ベッカーム。いや、もともと強い強いと騒がれてましたけども、僕ベッカムのイメージがね、こっちのベッカムのイメージが強くて、あんま強くないんじゃないかなって正直思っちゃってたのよ。なんだけどその考え方は甘々すぎました。コンペイトーくらい甘かったね。まずこの能力値を見てほしい。あの全体的にまあ細かく言わなくてもわかると思うんだけど、あのレジェンドとは思えないよね。本当にアイコニックにいてもおかしくない能力値だと思います。でスキルもまあ安定のコンカとかワンシューありつつ、ワンタッチパススルーパスあって、でバックスピンロブとかピンポイントクロスとか、何気ありがたいアウトスピンキックとか持ってて、でこれすごいのがね、スキル追加枠が1個余ってんだよね。で初見殺しでダブルタッチとかつけられた時にはもうね、止めようがない。でまあスピシューもそこそこありますので、使っててね全然そんな重い感じもしなくて、イケメンでこんだけ強いんだからガチ使で使うしかないよね。2人目はこの選手、フランク・ランパード。いや、ランパードのレジェンド意外と使ったことないっていう人多いかもしれないんだけど、だいぶ優秀ですよ。この足元数値とかオフェ性もしっかりあって、でね、ありがたいのは決定力90乗ってるんですよ。でまあスピシュンだけネックなんだけど、このキック力とかね、でフィジカルもちゃんと85乗ってて、スタミナもあると、でこのディフェンス系の能力もしっかり持ってます。さらにスキルも優秀、ミドルシュートとかね持ってて、ワンタッチパススルーパスめちゃめちゃ優秀で、プレイスタイルが2列目の飛び出しと、この前紹介したイニエスタとかと違って、しっかり決定力もあってフィジカルもあるこう2列目の飛び出しなので、このライブアップで C 環境なかなか選手が揃ってない方は、このランパード持ってたらガチスカに使ってみてください。結構強いと思いますよ。3人目はこの選手、カールハイツ・ルンメニゲー。いやまあルンメニゲって言った時点でそりゃ強いだろって思う方はいっぱいいると思うんだけど、あの正直レジェンドっていうところで舐めてました。なんでかっていうと、なんかそんなめっちゃフィジカルとかボディコンが高いわけでもないし、まあオフェ戦もそこそこだし、決定力も95乗ってないしっていうところで、まあアイコニックと比べてて、あの舐め腐ってました。なんだけどね、やっぱね、スキル追加枠一つつけられるっていうのがでかすぎるね。つけたスキルによっては、このアイコニックのルンメニゲと差別化できると思ってます。もともとダブルタッチとかついてるので、まあ、狙うスキルとしては、スーパーサブとか、ワンパとか、このルンメニゲ本当に強いのでね、皆さんにも使ってほしいかなと思います。そして4人目はこの選手、ロー・ターマテウス。ローターマテウスのこのレジェンドの写真見たの久しぶりっていう人多いんじゃないかな。なんかアイコニックではいろんなマテウス出てるけども、なんかこうプレイスタイルとか能力値が合わなかったりして、結局このレジェンドのマテウスが一番使いやすいんじゃないかなと思ってます。このユーティリティ性がありつつ、こう能力値もね平均的に高いので、すごいね使いやすいんじゃないかなと思います。スピシューもそこそこあって、でボディコン高くて、でこうディフェンス能力が非常に高いんですよ、中盤にしては。あと逆足4っていうところもものすごくでかいし、でねちょっとだけ気になるのはワンパーがないところだけですね。まあスキル追加でどうにかなるかもしれないんだけど、非常に優秀なボックス2ボックスだと思います。はい、いかがだったでしょうか皆さん。来作からはレジェンダリーとして一括りになるので、まあ能力値とかも変動しちゃってねっていうところなので、今の能力値で使えるのは今作までなので、ぜひね、堪能してあげてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。